今回向かいますのは日本からも向かいやすい台湾です。今回使いますのはタイガーエア台湾。トラさんのキャラクターが目を引く、そのような航空会社です。このタイガーエア、 LCC とはいえ台湾で一番有名な航空会社であるチャイナエアライン、こちらにありますね。このチャイナエアラインの傘下にあたる LCC です。つまり日本で例えるとアナや JAL、 そういった会社が LCC を行っている、そういったものがこのタイガーエアです。今回の旅行では往路ではこのタイガーエア、そして復路ではチャイナエアラインを使って旅行します。ちなみに僕は台湾には2回行ったことがあるんですが、それはですね、ロサンゼルスに行く途中の飛行機の乗り換え地点という風な扱いだったので、実際に国内を見て回るというのは今回が初めてです。ということで登場しましたが、案内を聞いてみてください。また前の座席の下においでください。聞こえましたかね、案内が日本語での放送でした。そういった点でもやはり台湾というのは日本から行きやすい国だなというふうに感じます。現在見ているのは検疫情報を事前に入力しておけば入国しやすいですよという案内で、ここからはタイガーエアさんの冊子がいくつか続いていきます。これはタイガーショップと書いてありますので商品の冊子、これはカードの案内、これはタイガーバイツ、食べ物と飲み物の案内です。この冊子の表紙見てみたら顔文字があるんですよね。顔文字って日本独自のものだと思ってたんですが、台湾にもあるようです。こちらには日本語、英語、韓国語で案内が書いてあります。案内の文字に関しては大丈夫でしょうが、ここ赤い文字で台湾ドル100と書いてあります。これ日本円じゃないので注意が必要です。表紙に JR と書いてあったので、日本のことが書いてあるのかと思って開いたんですけれど、日本の光景も広がっていますし、海外の光景も広がっている、いろんなガイドブックのようなものでした。近年タイガーエアさんはご覧のようにいろんな空港に対応するようになってきています。今回はここにあります福岡からの出発です。おそらく安く行こうと考えたらこのタイガーエアさんとかぴったりだと思うので、皆さんのお近くの空港が対応しているかどうかを確認していただけたらと思います。韓国や他にもベトナム方面にも飛んでいますね。すごい。 LCC と言いますとだいたい座席が狭いイメージがあるんですが、こんな感じでね、足は全然動かせますし、手をここに当ててみても拳1個分くらいの幅はあります。快適な空の旅はここで終了。到着しましたのが台湾北部にありますタオエン空港です。現在地はどこかと言いますと、このように台湾の北西の場所にある空港です。で、台湾の臨時首都である台北、それは少し離れた場所、ここからここまで移動しなければいけませんので、今から地下鉄を使って移動していきます。普通に iPhone の地図が使えましたので、これ確認したら MRT っていうのに乗ればいいんですね。で、確認すると MRT はこの左の方向です。こっち。現在時刻は12時32分、日本とは1時間の時差があります。今から乗るのが12時37分の普通車、台北これですね。で、150元を入れろと。50はこれか。100元はお札のようですね。これでいいのか。ここできたっぽいぞ。で、出てきたのが、コイン型の、多分 IC が入ってるんでしょうね。そんでこれを当てる。おお、なるほど。こういう風にね、漢字圏だったらやっぱり台北に行きたいなら左側のホームに行きなさいという風に分かりやすいので、すごく助かりますね。現在いるのはこの A12 というターミナル、そこからずっと移動していきまして、到着するのは台北ステーションです。つまり11個の駅ですね。窓の外を見た感じだと今現在外国にいるのかどうか分かんなくなる、そのくらい日本の景色に似ているなというふうな感想です。どうやらコンビニで、日本でいうところのスイカを買えるそうなので、ちょっと探してみましょうか。あれですね、あのマークが UU カードといって、IC カードで電車に乗る用のものなんですけれど、もしかしてカタカナと日本語だ。なんで。僕が買うにはちょっと可愛すぎたので、別のシンプルなやつを探そうと思います。こちら今外に出てきたんですけど、めっちゃ暑いな。さて、到着しました台北駅なんですけれど、もう見ていただいたら分かる通りですね、めちゃめちゃでかいです。
すごい、さすがですね。まあ、日本でいうとこの東京駅にあたるみたいな、そんな駅なんだろうなというふうに想像しているんですけれど、もともとこの駅は基隆という場所から台北までをつないでいました。これは清国がこの台湾を統治していた時代のことです。その後清中まで沿線したところで日本統治が開始します。この頃に台湾を縦に貫いた縦貫鉄道が作られるのです。要するにこの台北駅は深い歴史と深い日本とのつながりを持っている駅です。そんな駅の目の前にこのように蒸気機関車があります。ここに説明が書いてあるんですけど、こちら台湾鉄道でしょうね、多分 LDK58 号蒸気機関というふうに書いてあります。やっぱり日本人はある程度読めます。で、1923年に日本の車両が製造されたということなので、多分日本で使えたんでしょうね。で、運用されていた、そんな蒸気機関車です。解説を見る限りでは日本鉄道が製造した蒸気機関だそうです。日本鉄道というのは、まあ、日本の東北地方ですね、そこを中心として活動していた鉄道会社。ちょっと段差になっていて、この客車の部分も中が見れるようになっています。すごいな、こんなのが残ってるんですかね。日本統治時代に実際に動いていた、そんな列車でしょう。僕はそんなに詳しくないので間違っていたらすいませんが、おそらく構造から見るに、ここの中に石炭を入れておいて、であちらの皿のような場所から石炭がガラガラ出てくると、でその石炭をこっちの中に入れ込んでしまって、そしてその石炭の熱で作った蒸気によってこの列車が動く、そういった仕組みだったようです。玄関口である台北駅も見ることができましたので、では一旦ね、荷物を置きにホテルの方に向かおうと思います。これが先ほど僕の出てきた駅なんですが、この駅のすぐ真横、こちらですね、あちらに MGH、 つまり三井ガーデンホテルの頭文字が見えています。ということで本日宿泊しますのは安心安全の日系ホテル三井ガーデンホテル、その台北中高店に宿泊します。今日と明日の4月14日、はい、16階のスーペリアキングアップグレードしております。ありがとうございます。1613ですね。あ、ここか。おお、広いな。すごい、なんか透明なんですけど、すごいな。見てくださいよ、こっちから見たらすごさがわかるかな。こんな、海外旅行の楽しみとして僕一つお金を見るのが好きなんですけれど、こちらがニュータイワンドルの1000円、1000元、1000ドル、よくわかりません、どれが正しいんでしょうか。とにかく1000と書いてあります。こちらは子供が勉強をしている様子だそうです。そして裏側にありますのが、真珠湾攻撃の暗号として有名な新高山、これですね。昔は日本がここの台湾を統治していたんですけど、その当時日本の本土と合わせて一番高い山だったとして知られています。つまりこの山は富士山よりも高いということです。で、こちらの500円って書いてありますね。これは野球少年、なんか野球が有名なのかな、よくわかりませんけど、と鹿さん、奈良県みたいですね。こちらが孫文です。裏はちょっと僕わかりませんけど、多分有名な建物なんでしょう。天気がいいうちにできるだけ外を見て回りたいので、このホテルの中の紹介はまた帰ってきてからしようと思います。台北の中心地にあって、しかも駅がもうすぐ近くにあるっていうのはね、本当に観光がしやすくていいなというふうに思います。朝ごはんにパンを一つ食べただけでね、全然ご飯食べてませんので、とりあえず何か食べたいなというふうに考えています。まあ、今から向かいますのが台北の有名なタワー、台北101といったタワーなんで、そこに何かあるでしょうね。これすごいですね、日本にはないでしょう。こっちに行けばあれがありますよみたいな感じの看板で、電光板形式、雰囲気が日本に近すぎて本当にここは台湾なのかを疑ってしまう、そんな感じのエリアです。見えてきましたよ皆さん、こちらが台北101です。101というのは101階建て、そこから来ている数字です。この周辺は台湾の中でも発達したエリアであり、現在もその発展はこのように続いているところです。台湾の中でも現代的な発展を見せたエリア、その姿を見るには
この周辺が一番いいでしょう。ということで台北101に入っていきます。この周辺に小籠包の有名なお店があるというふうに聞いているんですけど、どこにあるんだ。ここがね、その言ってた有名な臨済本なんですけれど、90分待ちか、じゃあやめとこう。こういう人のためにこんな感じですぐ近くにたくさんの料理屋さんがあります。台湾の料理かどうかは分かんないんですけど、日本にはなさそうなものを頼みました。お箸で食べるというよりは多分レンゲの方が食べやすいな。こんな感じかな。だいたい僕体調が悪い時とかはこういう風にお粥食べるんですけどね、日本人の口にもやっぱり合いますよ。現在僕が体調が悪いというそういったわけではありません。見えますかね、鶏と卵が入っていて、お粥版の親子丼みたいな感じ。ごちそうさまでした。美味しかったです。これがですね、いくらだったかというと、こちらに書いていますが200台湾ドルです。200台湾ドルというのは日本円に直すと873円。まあ観光地でこの値段でこの量だったら十分なんじゃないでしょうか。せっかく来たんですからね、展望台に登ってみましょう。もうこんな高いところに来てる。ちょっと高すぎて怖いな。現在見ている方角が西の方角。西の方角には台北の昔からの街並みが並んでいます。といってもね、もう発達しまくってビルがいっぱい建ってるからよく分かりませんが、おそらくあの周辺が万華といいまして、ずっと昔から台北で一番栄えていたエリア。その次に栄えたのがあの辺り大東亭です。あ、見えますね、あそこ台北駅ですよ。ここからは中華民国総統府が見えます。昔の台湾総督府です。こちらには中世記念堂、また明日巡っていくつもりです。これもしかしてですけど野外展望台があるんですかね。すごっ。外ですよ。さすがにね、もう安全なようにはされてますけど、それにしても全然違うな。今回泊まるホテルが見えてるんじゃないかなと思って探したんですけど、多分これですよね。さっき見たのこんな形だった気がするんで。こちら中にすごいでかいものがあったので、なんだと思ってですね、いろいろ見てみたんですけど、どうやらダンパーというらしいです。世界最大の風を防御するダンパーであるということがここに書いてあります。では一体ダンパーとは何なのかというのがここに大体書いてあるんですけれども、結局何なのかというとですね、ここに書いてあります、振動を抑えたり振動エネルギーの吸収に役立てられているっていうふうなものです。このような高い建物だと風の影響をたくさん受けるということで、このように風の影響を受けにくいような機構が作られているわけです。もう見たら分かるように、このタワーの周辺は基本的に開発されまくっていて、ビルが乱立しているみたいな、そんな感じのエリアなんですけれど、その中にですね、一つ昔からのこの周辺の様相を残しているエリアがあります。あそこに小さな村があるのが分かるかなと思うんですけど、向こうに行ってみましょうか。さて、あの上の方にあった展望台から見えていた少し古い町並みが残っているエリアにやってきました。あちら見ましたら屋根が瓦になっているのが分かるかと思います。スースーナンツンというふうに読むそうです。この周辺は今ではたくさんのビルが立ち並んでいる、そういったエリアになっていますが、昔の姿をこのようにとどめている、そういった場所がこのスースーナンツンです。じゃあ一体ここは何なのかという話になると思いますが、もう結論から言ってしまいますと、軍の兵隊さんが住んでいた場所です。中国では昔国共内戦といいまして、共産党と国民党が争っていました。その戦いに決着がつき、中華人民共和国を成立させたのが毛沢東率いる中国共産党です。そして負けた方の国民党の蒋介石は台湾へと敗走し、台北を臨時の首都としました。その際に大陸から避難してきた国民革命軍がこの周辺に住んだというわけです。そんな歴史を持つこのスースーナンツンですが、実は日本にも関係がある場所です。昔この周辺には旧日本軍の陸軍、その陸軍が倉庫を作っていました。
だからこの辺りは日本陸軍の用地だったわけです。その倉庫を改修して住居とし、国民革命軍が住んでいたというふうな場所なんです。これまでにいくつかコンビニの中を見ていったんですけど、結構ね、UU カードが可愛い系しかないんですよ。なかなかまあ持ってても別にいいと思うけど、そうっすね、あそこのファミリーマートとセブンイレブンどっちかで買おうと思います。結構いい感じに落ち着いたカードが買えましたので、これを使っていきます。それでは今から向かっていきますのが、ちょうど時間的にもね、少しずつ暗くなってきていますので、僕が多分ね、高校生くらいかな、大学生くらいかな、そのくらいからずっと行きたかった、そういった場所に向かっていきます。つまり今日は一つ夢が叶う日です。到着が僕だけになったんでね、こうやって喋ってるんですけど、もうね、バスの運転がものすごく荒い。見えますか、これ山道なんですよ。これ時速何キロだ、60キロくらいは出てるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、そんな感じで大型バスをガンガン運転して、もう横をね、木がどんどん過ぎていくんですよ。たった今降りたんですけど、もうものすごいスピードにどっか行っちゃったよ。すごいな、速いぞ。こちらが僕が死ぬまでに一度は来たいというふうに思っていた9分です。時間的に遅いからなのか、それともウイルスの影響でこんな感じで閉まっちゃってるのか分かりませんけど、まあ、それでもね、観光地としては十分楽しめると思います。これね、カメラだったら多分伝わってないな、綺麗さが。こちらは死ぬまでに見てみたいなというふうに思っていた夜景です。だいたい9分といったら、ね、さっきの夜景が一番有名だと思いますけれど、その周りを見てもね、こんなに綺麗なんですよ。反対の方向はこんな感じです。この有名な夜景の建物のすぐそばにですね、こういった銅像があるんですよ。実はこの9分は金鉱の町として栄えた場所です。しかし金が取れなくなると、この周辺から人々がいなくなってしまい、この街は一時期は忘れ去られた街となっていました。その後、この9分が映画のロケ地として使われたこともあり、その影響でブームになると、観光地化に力を入れてそれが大成功します。そして今や世界中から観光客が訪れる台湾を代表するような観光地になったわけです。この周辺が近郊の街として栄えていた頃の建物がたくさん残っており、中華風の建物や洋風の建物、中にはね、日本風の建物も残っているわけです。上に登ってきたところでですね、こんな感じで甘いもの屋さんがありました。これユーユエンというふうに言うそうです。台湾の伝統的なスイーツですね。タロイモから作られたものです。芋たちはあったかいんですね。けど下の方を見たらこういうふうに氷があるんですよ。向こうで食べてたらね、なんかあっちの方にいい席があるよみたいな感じで台湾の方が教えてくれまして、で私日本人ですって話をしたんですけど、それでもね、なんかこっちに来い、こっちに来いって話をしてくれて、あ、こんな場所があったんですね、素晴らしい、いい眺めですよ。この細い路地の真横にたくさんの商店がひしめき合っていて、それでいて夜になると提灯の明かりがぼやっと広がっていく幻想的な雰囲気が楽しめる、そんな場所です。インスタグラムで台北にいますという投稿をしたら、このように台北出身の方がですね、おすすめの夜ご飯、城和街夜市という場所に行ったらいいですよというふうに教えてくれたので、そこに向かっていきましょうか。ということで、このクジラさんがいる松山に戻ってきました。そんでね、さっき松山に来た時に、あれなんか寺院っぽいなというふうに思っていた建物ですけれど、あの下のところに夜市があるそうです。台湾の夜といえば夜市ということは僕も知っていたんですけれど、ここにね、夜市があるということは知りませんでした。どうやらいろんな場所にあるようです。まあ、地元の人が
一番いいというんであれば一番いいんでしょう。どうやら寺院っぽいなと思っていた予想は基本的に合っていたようです。こっちは寺院でこっちが夜市ですね。これなんか知ってる気がするぞ。これいいな。これめっちゃ遠くまで続いてますね。すごいな。ソーセージか。こちらは焼肉、魚、イカ。これ飲み物っぽいですね。お土産とか、そして雑貨もある。本当何でもあるな。30元でルロハンを購入しました。すごいな。結構ちっちゃめなんでいろんなもの食べれそうですよ。ルーローハンって初めて食べたんですけど、こんな味なんだ。香辛料が入ってるのかな。あと1個くらいなら食べれるんじゃないかなっていうくらいのお腹の減り方です。普通に歩いててもね、こんな感じでサイコロローストギューとか書いてあるんで、日本人でもすっごく分かりやすいんですよ。あれは多分スイカ味の飲み物でしょ。結局一番最初にあった胡椒餅って読むんですかね、これに帰ってきました。最後はこちらの胡椒餅で終わりにします。一応ねぐるぐる回りながら考えてたんですけれど、多分この台湾でも門前町のような感じでお宮さんの前にたくさん市場ができたみたいな、そういう感じなんじゃないかなというふうに予測しました。それではいただきます。結構ね、胡椒っていうからには香辛料が入ってるんだろうなと勝手に想像してるんですけど、サクサクの肉まんみたいな感じ。さっき食べたルーローハンも似たような味をしてたんで、多分同じ胡椒、香辛料を使ってるんじゃないかなと思います。おそらく台湾の有名な香辛料なんでしょうね。ちょっと中が見えやすいように食べてみたんですが、分かりますかね、中にお肉入ってるんですよ。台湾の味が味わえるというふうな、そんなものだと思います。それでは夜ご飯も食べたことだし、松山からホテルに帰っていこうと思います。と思ったら電光掲示板にね、こんな感じで何も書かれてないんですよね。一時待ってたんだけど、なかなか来ないから、なんで来ないんだと思ったらもうないのか。ということで少し歩きまして別の路線の駅にやってきました。ここからホテルの方に帰っていきます。よかったよかった、こっちの路線はまだ電車が残っているようです。おそらく4分5秒後に列車が到着するというふうなカウントダウンだと思います。今11時40分までずっと遊んでいました。ちゃんとスリッパもついてますね。これなんだ、大浴場に行くときに使ってくださいみたいな感じらしいです。ほう、そういうものがあるんですね。これ多分トイレですよね。こっちか。おお、トイレだ。あ、ウォシュレット付きですよ皆さん。これ日本では普通ですけど、ここ台湾ですから普通ではない。あ、やはり日系ホテル TOTO ですよ。すごい、これもすごいですよね。隠そうと思えばこうやって隠せるので、あ、結構しっかりしてる。こんな感じで隠すこともできます。中見てみましょうか。中はあんま靴のまま入っちゃいけないと思うんで、こんな感じ。多分シャンプーとリンスとボディーソープでしょうね。どうやらこのホテルのテーマとしてはですね、日本のおもてなしとそして台湾のいいところを混ぜ合わせたみたいな感じらしいんで、多分ですけどこれは台湾の民族の何かかなというふうに推察でいきます。他にもそういったものでいきますと、この器とか多分これ台湾の何かでしょうね。 あ、触っていいんだね。多分使うものだと思うんで大丈夫だと思うんですけれど、飾り物ではないはずです。あ、そうですね、やっぱり。あ、こちらコーヒー。あ、これもコーヒー。これはコースターかなですね。と、まあ、コーヒー用のもの。あ、お箸もある。こちらの下は多分冷蔵庫ですね、形が。そうだ。あ、こっちにも水。え、じゃあ向こうのは常温2本と冷たいの2本って、そんなに飲まないな。あ、まだ下にあった。これなんだ。あ、これ寝巻きですね。これはドライヤーかな？あ、ドライヤーですね。ドライヤーはどこのかなと思ったんですけれど、パナソニックでした。すごいな。やはり日系ホテルですから、日本にあるものとほとんど同じ。
そして違うところといったら台湾のいいところを取り入れているみたいな、そんな感じのホテルです。暗くしてみました。もう暗すぎて何が何だか分かんないな。でも肉眼で見ると美しい台湾の夜景が広がっていますよ。これが僕が日本で三井ガーデンホテルに泊まった時の歯ブラシで、これがこのホテルに置いてあったものです。だから全く日本と同じというわけではないようです。とりあえずね、明日に向けて充電すべきものを全部充電していかなきゃいけないなというふうに思っているところです。で、それが終わったらホテルの、上の方に大浴場があるらしいんで、そっちに行こうかなというふうに考えてます。ちょっと疲れていますので、もしかしたら明日の朝大浴場に行って、今夜はそこのシャワー使ってとりあえず風呂に入るみたいな感じにするかもしれません。結局大浴場には行かずにあそこのシャワーで済ませました。とはいえこのホテルの売りの一つが大浴場なので、また明日の朝ですね、確認しに行きます。本日の流れを簡単に確認しておきますと、空港に到着した後に台北市内に到着、そして台北市内のホテルに荷物を置き、この周辺にありますここですね、台北101に向かっていきました。だいたい今日のルートとしましては台北の東側をある程度観光し終わったかなというふうな感じです。では明日どうするかと言いますと、台北の西側ですね、こっちの方を観光しようと思っています。何かと言いますと、今回っていうか今日ですね、今日見てきたのはこの周辺なので、こっちの方はですね、台北の中でも歴史が浅いと言っていいのかな、新しいエリアになっています。で、台北の西側、こっちの方ですね、こっちの方は昔ながらのものがたくさんありますので、明日は台北の歴史についてお話をしていきます。つまり明日は台湾の昔ながらの文化や歴史について考えていこうというふうな旅行になっています。では、まあ明日早いのでおやすみなさい。おはようございます。14日の金曜日、景色は曇りですね。明日がどうやら雨なんで、今日のうちにできるだけいろんな場所を回っておきたいと思うので、早めに活動を始めましょう。今大浴場に行ってきたんですが、多分これは男湯かな、こんな感じの大浴場でした。もうね、普通でしたよ、普通の大浴場。それがまあこの台湾にあるっていうことが多分普通じゃないんだと思うんですけど、普通だからこそすごいという風な大浴場でした。これ確認していませんでしたね。これ日本語とか英語とかあそこで選べるんですが、三井ガーデンホテルのご紹介、シーンを問わず国内外からお越しのすべてのお客様に記憶に残るご滞在をお約束いたします。あ、確かにね、台湾にこんなホテルがあるのかというふうな記憶に残りました。で、見ていくとやはりね、一番目を引くのはこの台北というふうに書いてある現在泊まっているこちらのホテルでしょう。こちらは国外1号店ですね。すごい、外貨両替がホテルでできるんですか、すごいな。一応ね、1階フロントでできますよというふうに書いてあるんですけど、だから最悪日本円でこのホテルの料金払えるのか。館内のご案内、チェックインチェックアウトはまあ普通通りですね。で、アクセスもちょっとご紹介したと思います。客室紹介、おお、いろいろあるな。ダブルルーム、ああ多分これですね。僕はアクセシブルクイーン、これに現在泊まっているように見えます。で、ツインルーム広いな、これ。で、ジュニアスイートすごいな。他には?あ、なんか、ん?なんだこれは。あ、コンセプトルーム。へぇ、あ、なんかスイーツコンセプト。ノスタルジックがコンセプト。そしてこっちはレトロがコンセプトというふうになってて。そんなお部屋もあるんですか?ほう。トリプルルーム。3人まで行けるんですか?2階にはラウンジがあるそうで、この時間今空いているので、じゃあ荷物まとめて下に降りるついでに見に行きましょうか。それでは忘れ物も確認しましたので出発します。ラウンジがどんなものかを見てからチェックアウトをしましょう。限りではおそらく比率としては日本人が4で、台湾人それ以外の方が6みたいな、そんなイメージですかね。日本人の方が結構いました。まあ、言語の壁というのは大きいので、日本語を喋れるスタッフがいるというのはやっぱりプラスポイントだと思います。台湾も通勤ラッシュというものがあるんですね。でも東京とかに比べたら全然大したことない。
の原付がぐわーっと走り回るみたいな、この光景見ると台湾の朝って感じがしますよね。朝一で朝ごはん食べようかなというふうに思っていたんですけれども、どうやらねいつの間にか通り過ぎてしまったらしいんで、あ、じゃあもういっかなというふうに思いましてですね、次の目的地に進んでいます。今から向かっていきますのが、台湾で一番歴史の古い問屋街です。到着しました。こちらが台北で最も歴史のある問屋街、敵化街です。この敵という漢字の意味は教え導くという意味、そして化というのは開化の化です。つまり未開から文化の状態に至るといった街ですね。台湾の街歩きにはこういったアプリがあります。このように年代が並んでいまして、1895年、ここを選択すると1895年の台北周辺の様子が古地図で確認できるといった古地図です。この周辺見ますと現在地ここですね、ここに大きな漢字で大東帝というふうに書かれています。もともとこの周辺に住んでいた人々がこの辺りで稲を刈り取って、その稲を干していたそうです。そんな稲を干す空き地のことを東帝というふうに呼ぶらしく、その空き地が大きかったから大をつけて大東帝というふうに呼んでいました。そんな現在地のすぐ近くには川が流れているのがわかるかと思います。この川淡水河というふうに言うんですけれど、これずっと北の方に行きますと海につながってるんですよね。なのでこの周辺に海からやってきた船が集まってくるような場所が出来上がり、そうなるとですね、たくさんの外国人がやってきてこの周辺に領事館を作ったり、もしくは会社を作ったりしていきます。ということでこの周辺はたくさんの問屋街になっていって貿易の中心地となったわけです。基本的には問屋街なのでいろんな台湾らしいものが売ってあるんですけれど、やっぱりね建築を見るのが楽しいなというふうに僕個人としては思います。もうここ見たらね切れ目があるんですけど、この左と右で全然建物の様式が違ったり、あっちもねなんか全然違うんですよ。こちらの地図は日本統治時代の地図ですけれど、よく見たらですねこの周辺の昔の町の名前がわかりますよ。ここに永楽町というふうに書いてありまして、日本風の名前になっているわけです。こちら1952年の地図です。つまり太平洋戦争が終わり日本統治時代が終了となると、この周辺が敵化街というふうに名前を変えたんです。あちらには昔の名前である大東帝、そしてその次の名前である永楽町の永楽、さらに現在の名前である敵化街という名前がここに並んでいます。すごいな、歴史を感じる場所ですよね。そんな感じで歴史を守るというふうになりますと、やはり商業的にはねなかなか難しいところがあるかなというふうに思うんですが、この周辺はそれでもたくさんの工夫をしておりまして、歴史を守りつつも新しいお店を作るといった工夫をしています。そういった取り組みをしていますので、若い人が楽しめるようにレストランやカフェも結構あるんです。ということでチーズケーキとアイスアメリカーノを頼みました。今日は台湾の歴史観光をしていくので、台湾の歴史について簡単に説明します。明治時代に日本と清が戦ったということはご存知でしょう。日清戦争です。この戦いに勝利した日本は清から台湾を譲り受けます。こうして台湾は日本の統治下に入り、日本の植民地となりました。しかし第二次世界大戦で日本が負けたことにより日本の台湾支配は終了。台湾の人々はやっと自分たちの国が作れると喜んでいたそうです。しかし次にやってきたのは中国国民党でした。これがその時のワシントンデイリーニュースの見出しです。 Chinese exploit Formosa worse than Japanese。 ここに書いてあるフォルモサとは台湾のことです。つまり中国の台湾搾取は日本がしたよりも悪いと書いてあります。当時の様子を人々は犬去りて豚来たると例えたそうです。犬、つまり日本人はワンワンとうるさいけれど番犬として機能していた。しかし次にやってきた豚、つまり中国人は食べるだけで何もしないと批判したのでした。こうして台湾に元から住んでいた人々と後から台湾に入ってきた中国国民党の間には大きな溝が出来上がったのです。そんな分断を象徴するような出来事が228事件です。昔この周辺に闇タバコを売っていた女の人がいました。当時タバコを売るのはですね、まあ、認可制みたいな感じで勝手に売っちゃいけなかったんですよ。なのでそこに専売局の職員がやってきて、この人はもちろんですが大陸からやってきた人です。その人がやってくるとピストルで彼女の頭を殴ります。その様子を目の当たりにした周囲の民衆が助けようと集まってくると、警察官は集まってきた人々に対して発砲し、
その後無関係な通行人に弾が当たって死んでしまいます。これを受けてもともと台湾に住んでいた人々の怒りが爆発、国民党に対してデモ行進を行い、犯人の処罰を求めて長官の公所を訪れます。ところが国民党はそれを徹底的に弾圧します。それによってたくさんの人々が死んでしまいました。こうして両者の分断は全面的に広がることになったのです。このもともと台湾に住んでいた人と大陸からやってきた人との間にある溝は以前に比べると薄れてきてはいるものの、まだ台湾社会における問題として残っており、現在も解決に向けて努力されています。その後中国大陸では共産党と国民党の争いに決着がつきました。毛沢東率いる中国共産党が勝利して中華人民共和国を成立させ、敗れた国民党の蒋介石は台湾へ敗走し、台北を臨時の首都とするのです。昨日訪れたスースーナンツンという村、あの村はですね、この頃に大陸から避難してきた国民革命軍が旧日本陸軍の倉庫を改修して居住地とした場所というふうにお話したと思います。さて台湾の歴史をある程度分かったところで、また古地図を見てみましょうか。現在地はここです。で、南の方向を見ますとですね、ここに四角いエリアがあるんですよ。このエリアに今から向かっていきます。もうね、完全に人工的なこの四角いエリアですけれど、ここにね、北門とか書いてあるのから分かるように、ここには一周壁があり、そして門が 1,2,3,4 と東西南北にありました。その東西南北の門の中の一つ、あれが北側にある門、北門です。見えますかね、真ん中にある赤い門。この赤い門は昔台北にあったお城の門、台北城の北側の門です。こちらの古地図はいつのものかは書いていないので分かりませんが、現在いるのがですね、あそこの A3 というふうに書いてあるあたりです。この地図は北から南の方向を向いているような感じですね。で、A3 のあたりは大東帝ですね、こちらの下の方に書いてあります、どこだ。 A3 は今の台北市大東帝の一帯であるというふうに書かれています。つまり今日の最初の方に説明したこの周辺は空き地だったという様子がここに描かれているわけです。この地図には台北城が載っていませんし、またこの下の方にある地図、現在地はだいたいこの辺りかなというふうに思うんですけど、この辺りにもですね、台北城の姿はありません。ではいつこの台北城が出来上がったのかという話になると思います。この地図、先ほどから見ている地図ですが、これいつの地図かと言いますと、清の頃ですね。その頃の台北の三市街の地図というふうに書いてあります。この頃台北の三市街というのはこちらに書いてありますね、大東帝、そしてもう一つが城内、そしてもう一つが万華というふうな地域になっています。つまりこの台北城というのは清がこの周辺を統治していた頃に作ったというわけです。この城内の北の方向に目を向けてみますと、現在地の北門というふうに書かれているのがわかるかと思います。この北門というのが現在僕が見ているこの周辺のエリアなんです。これまた別の台北城の地図なんですけど、北門のところを見てみますと、現在残っているこの門とはまた別に下の方、つまり北の方ですね、北の方に少し構造として日本でいうマス型があったようです。現在の場所で確認してみると、だいたいこれの北側なので、この周辺にマス型があったのかなというふうに考えられます。なぜ北の方向で防御力を高めたかというと、多分ですが北の方に日本があるからです。ここには台北城建設において重要な役割を担った人々の石碑のようなものがあるんですが、まあ、見てみると基本的に清の人々です。もともとこの台湾は清によって統治されていました。しかし一番最初の頃ですね、清はあまり台湾の統治に乗り出していませんでした。しかしそんな時に北の方からですね、日本がやってくるんですよ。台湾出兵です。で、台湾出兵によってこの台湾の地を日本が狙っているという話になりますと、清もですね、お、これはやばいぞという話になります。なので台湾を防御するためにここに台北城を作ったというふうな歴史があるわけです。だからね、日本がやってくるはずであろう北の方向、こっちにマス型がありまして、他の場所はね、基本的にマス型がないんですよ。ここなんか馬出しっぽく見えるんですが、どうなんでしょう、これ日本の知識で話して大丈夫なのかな。やっぱり推定は合っていたと思います。こちらに敵を防ぐためにこのようなものを作ったということが書いてあるんですね。すごいな、これ車の外側になんか堀を作ってたんですか。なるほど、これは東門ですね。現在はこのように門だけが残っているんですが、見てわかりますかね、ここおそらく壁があった場所なんじゃないかなというふうに思います。で、ずっと先の方を見てみますと、多分あれは当時壁の石材として使われていたものでしょう。昔はこのような壁がずっと向こうまで続いていたわけですね。昔の北門の写真はこんな感じです。現在のと比較してもその姿を今に残していることがわかるかと思います。この北門を南の方に進みますと、ここから先はお城の中です。
ではお城の中に入っていきましょう。あ、これが昔の道ですね。だからこっちに進めばいいんだ。この絵は東京にあります聖徳記念館に飾られている絵なんですけど、これに北門が書いてあるの分かりますかね。おそらくこのポジションから見たような絵でしょうね。馬に乗っているのは日本の兵隊です。日清戦争後に台湾平定を終えて台北城に入ってきた、そんな様子が描かれているわけです。ここから日本の統治時代が始まります。少しだけ GPS 情報が西の方にずれているんですが、現在いるのはこの通り道です。この通り道を南の方向に向かっていきます。北側の門の目の前の道をずっと南の方向に向かっていきますと、このような建物が目に入ってきます。この建物は旧台湾総督府です。ちょっとね、僕が想像していたものよりも全然でかくてびっくりしました。すごいな。以前は台湾総督府として使われていたこの建物は、現在でも中華民国の総統府として現役で使われています。この古地図の年代ですが1895年というふうに書かれています。この年に何が起きたかというと、下関条約が結ばれました。つまり日清戦争が終わった頃の台湾の周辺地図です。日清戦争が終了すると、樺山助成という人物が日本から台湾にやってきます。彼が初代台湾総督となり、台湾平定を進めていくのです。台湾総督は初代樺山助成の後に2代目桂太郎、3代目乃木希典といったように受け継がれていきます。しかしこの3人の台湾総督は基本的には台湾平定のために軍事に力を入れてました。なので植民地経営という観点でいくとあまりできていないというふうな状況です。その日本の本格的な植民地経営が始まったのは第4代台湾総督として児玉源太郎が着任して以降のことで、児玉源太郎が抜粋した後藤新平の尽力もあり、台湾経営の基礎が築かれました。先ほど見ていたのは裏側だったので表側に回ってきました。赤レンガを基調にしたルネッサンス様式で、ちょっとね、タツノギンゴっぽいなというふうに思ったんですけど、調べたところ違うようです。しかしね、ちょっとだけ関わっているということも分かりました。この旧総督府のちょうど反対側にありますのが見えています。あちらが東門です。ちょっとだけ馬出しっぽいものがあったというようなお話をした場所。そして総督府のすぐ近くには日本統治時代に作られた近代的な公園があります。この公園は100年以上の歴史を持っており、もともとは台北新公園といった名前だったんですけど、現在の名前はこのように228和平公園というふうに変えられています。公園の名前から想像がつくかと思いますが、ここは228事件に関連のある場所です。え、もしかしてこれ工事中なんですかね。入れなさそうだな。工事中でしたよ、残念。この建物はもともと台湾放送協会の本部だった建物です。日本放送協会、略して NHK というふうなことは皆さん知っているかと思いますが、台湾放送協会ということはですね、台湾の NHK みたいな、そういったものだというふうに考えてください。先ほどお話した通り、タバコを販売していた女性に対して取締りの役人が暴行を加えた、それによってたくさんの人々によって抗議デモが行われたという話をしたと思います。その際に台湾にもともと住んでいた人々はこの旧台湾放送協会の本部を占領し、ここから台湾全土に向けて蜂起を促したのです。228事件の舞台となった当時の建物をこのように記念館として活用しているというわけです。公園の中心部分には228記念碑といったものがあります。向こうに見えています、四角形のキューブ型のもの、あれが記念碑です。228事件で犠牲となった台湾住民を追悼するため、このように記念碑を建立しています。この公園の一番北側にあるこちらのドーム型の建物、これは国立台湾博物館です。この建物はもともと国立博物館だったわけではなく、一番最初に建てられた当初は児玉源太郎と後藤新平、その2人を顕彰する記念館でした。今日は晴れていて明日は雨ということなので、明日時間があったら来ようと思います。もしも明日時間がなかったとしても、台湾は結構近いのでいつでも来れるんで、それだったらまた来ようかなというふうに思います。児玉源太郎と後藤新平の頃に台湾の植民地経営の基礎は急速に整えられていったという話をしましたが、その際に経済も近代化しました。ということでご紹介します。こちらがかつて台湾の中央銀行だった台湾銀行の本店です。こちらが1937年竣工の台湾銀行の本店の様子ですが、現在と形が変わっていないのが分かるかと思います。この台湾銀行は後藤新平が着任した次の年に設立されました。
その後台湾銀行券が発行され台湾の貨幣が統一、以後台湾の経済を支えています。中に入って撮影というのはね、さすがに迷惑だろうと思ったのでしませんでしたが、まあ、中に入って観光するくらいなら全然大丈夫だと思いましたので中に入ってみたんですが、もうね、昔の銀行の構造をしていて、あ、さすが歴史ある銀行だなというふうに感じたところです。本日は大東帝の周辺を観光した後に次は城内を観光しました。では今からどこに行くかと言いますと、こっちの方ですね、昔からあった万華という町に向かっていきます。ということで西門の方に行きましょう。ということで西門の周辺に到着しました。シーメンって読むんですかね、シーメンステーションの周辺ですが、まあ、見てわかる通りですね、現在西門はもうなくなってしまっています。この周辺に昔は門があったんですよということがわかるようにここに石碑があるわけです。この交差点の周辺に門があったということは、すなわちこの周辺に門と門をつなぐ壁があったということです。その壁を取り払って作ったのがこの南北にまっすぐとつながっている道路です。ちょうどいい感じに台北城の地図の模型がありました。あそこに見えているのが北門です。その周辺からずっと南の方向に下っていきまして、今までこの周辺を散策していました。公園や総督府があったあたりです。そして今いますのがこちらの方向、これが西門ですね。そのように歴史を感じる場所、この西門ですが、清の頃、そして近代化の頃、さらには現代的な姿がこのように自撮りをする若者たちの銅像で表現されています。そんないろいろな歴史を持っているこの西門、日本人に分かりやすく説明するというふうになりますと台湾の原宿というふうに言われることが多いようです。そんなこの周辺で最も目を引くのがあちらに見えている建物だと思います。この建物、正門鋼楼というふうに言いまして、日本統治時代に作られた建物です。この建物も昔の白黒写真が残っていますので比較してみるとやはり当時の面影を感じられる、そういった作りです。もともとここは台湾で初めて政府が建設した公営の市場です。主な対象は日本人となっています。もともとは市場でしたが第二次世界大戦での戦火を免れ、戦後はこのように映画館として使われていました。結局その後閉業に追い込まれたり火事によって消失したりしますが、現在は台北の文化を発信するような場所として生まれ変わっています。台湾はアジアで初めて同性婚が認められた国でありまして、ジェンダーの多様性が広く認知されています。なのでこちらもう男女共用のトイレですね。現在の時刻が12時半ということでですね、まあ、ちょうどご飯食べるにもいい感じの時間帯なので、なんかこの周辺で食べようというふうに思います。めっちゃ暑いのでね、冷たいものを飲もうと思いまして、こちらやはり台湾といえばこれ有名でしょう、タピオカです。こっちで手作りしてるんです。タピオカを手に入れることができたんですが、おそらくね下の方が暑いから混ぜて飲めっていうことが書いてあるんでしょうね。タピオカ飲んだのとか多分中学生以来ですよ。なんか僕が知っているタピオカよっか美味しいと思ったらですね、こっちなんか化学物質のタピオカもあるそうで、今飲んでいるのはちゃんと自然で作ったものですよということが書いてあります。つまりこれが本物のタピオカということです。多分ね本物のタピオカを飲んだのは初めてだと思いますよ。甘さ的にもちょうどよくおすすめできるお店です。古地図を見たら僕がいるこの周辺は昔何もなかったことがわかると思います。道がですねぐーっと曲がっていっているのがわかるかなというふうに思います。これが昔からあった道ですね。じゃあ今の道を確認してみますと、ここにぐーっと曲がっている道があるのがわかるかと思います。この道を通って南の方向に向かっていきましょう。建物の構造自体は昔からある台湾の建物といった感じですけれど、中に入っているお店が若者向けなイメージですね。先ほどの商業的な景観からだんだんとこのように台湾の昔からの風景に近づいてきている、そんな通り道ですね。さて結構歩いてきたんですけれど、万華というふうに呼ばれる地区にやってきました。この周辺は台北で最も古い町として知られており、下町の風情が結構残っている、そんな場所です。そんな昔からの歴史のある町なので昔からの市場も残っています。これ読み方分かんなかったので調べたんですけれど、ドンサンスイギエシーツァンというふうに読むそうです。先ほどの正門鋼楼が日本人を対象としていた市場という話をしたと思いますが、こちらは台湾人を対象にしていた市場です。とはいえ日本統治時代には台湾人も日本人だったわけで、まあ、台湾人と日本人というふうに分けるのは正確かどうかと言われると正確ではないような気がしますが、まあ、分かりにくいのでそのように呼ばせていただきました。端から端まで歩いてきたんですけど、驚くことにねこの中を原付が通ってたんですよ。後ろからやってきてびっくりしました。
通ってみた感じだと地元の人々を対象としたお店といった感じだったので、まあ、観光客、僕みたいな人はですね、いませんでしたよ。最初に訪れた大東帝よりも古い街並みですので、この周辺にはすごく古いものがたくさんあります。中でも一番有名なお寺に行きますよ。そのお寺というのがこちら、台北で最も古い歴史を持つお寺です。龍山寺、つまり龍山寺です。もともとこのお寺は大陸にある龍山寺の分霊を迎え入れて作られたもの、つまり大陸から渡ってきた漢民族の人たちによって創建されたお寺です。なぜここにお寺が作られたのかというお話を少ししておこうと思います。この台湾では昔マラリアが流行しているなど、まあ、土地としての環境があまり良くなかったということが知られています。なので移民してきた漢民族の10人のうち6人が死亡、そして1人は帰っていく、そんな状態で残ったのは3人というふうな難しい環境でした。ということで台湾に残った人々はここにお寺を作り、神様に保護してもらおう、そういうふうに考えたわけです。あちらの門をくぐりまして向かっていくべき場所はこちらに書いてあります入り口です。このお寺はお線香を持って回るというのが人気だったそうですけれど、現在はなくなってしまったようです。台湾の宗教については分かりませんが、台湾の人々がこのお寺を大切にしている、そのことはぐっと巡ってみて分かりました。商業的な台湾観光も面白いと思いますが、このように歴史や文化、そういったものに着目するというのも面白いかなというふうに思います。他にもですね、産業といったものに着目するのもどうでしょうか。向こうの方に行きますと台湾の産業として有名な砂糖ですね、そのことについて学べる場所があります。ということで到着しました、この公園ですね。ここに公園の名前が載っているんですが、漢字を見たらね、ある程度予想ができると思います。こちら砂糖に関する公園です。公園の裏側にはこのように何やら畑のようなものがあるんですけれど、ここには甘藷、つまりサトウキビというふうに書いてあります。これね、何かなと思って確認したんですけど、一応翻訳してみてもね、モデルっていうふうに書いてあるんですよ。これ偽物なのっていうふうに思ったんですが、どう見てもね、本物っぽく見えるんですよ。ここにいろいろと説明が書いてあるんですが、またねこのように翻訳ソフトを使って翻訳をしてみました、古来より人には名前があり、地名には由来のある名前があり、私たちは代々ここに住んでいますが、なぜこの場所が当社って読むんですかね、当社と呼ばれているのか、その理由を知っている人や当社を見たことがある人はほとんどいません、というふうにここら辺に書いてあるんですが、下の方を見るとここですね、100年前の日本統治時代にこの周辺には台北製糖工場が設立されましたというふうに書いてあります。つまりこの周辺には砂糖工場があったわけです。これは想像になりますが、おそらくこの模型ですけれど、この模型、牛さんがですねこういった棒を引っ張るようになってるんですよ。でこの牛はぐるーっと一周しますと、一周っていうか何周もするわけですね。で何周もしますとここのギアがぐるぐる回ります。でこのギアが回ったらこっちのギアも回るわけです。じゃあ何をしているかというと、多分この下にですね砂糖の原料が入っていまして、つまりサトウキビですね、サトウキビを潰してあそこから液体を出すみたいな、そんな感じの装置だったのではないでしょうか。こちらには古そうな電車、ディーゼル車、僕は分かりませんけれど、あ、これ日立って書いてあるぞ、日立のものだ、すごいな。おそらくこれがその時の工場の建物が残ってるんでしょうね。ここには台北に最初の新しい製糖工場ができたのはいつですかというふうに書いてあるんですけれど、ここにね、日本が強制的に占領していた頃というふうに答えが書いてあります。この建物の前に列車が止まっていましたが、この地図を見た限りではこの周辺に線路が通っていたということを示しているようです。ここの下の方ですね、台北製糖工場、つまりこの現在いる場所、ここは1943年に工場の閉鎖を発表したというふうに書かれており、その後生産を停止しております。台湾を支えてきた産業の一つとして製糖業があったということですね。さて古地図を確認してみますと、現在地は古地図の外側に出てしまっています。ということで古地図を使って歩くのは終了、今からねまた中心部に戻っていきましょうか。ということで中心部に戻ってきました。あちらに見えているのが中華民国総統府、そしてこちらが東門です。つまり古地図で場所を確認すると、この台北城の東側に現在いるということになります。一応見てみると何もないんで、これ以降古地図を使うことはありません。そんな古地図の上では何もなかった場所、現在どうなっているかというと、
自由広場というふうに書かれておりまして、その向こう側に見えております、あちらの建物、あれが中世記念堂です。想像していたやつの10倍くらいのでかさなんですけど、びっくりしました。こんなでかいんですね。見えますか、あそこ人間がいるんですけど、あれが人間のサイズですからね。めちゃめちゃでかい。こんなに大きな記念堂、なぜ作られたのかという話になると思いますが、このずっと中の方を見たら、あそこに一人の人物が座っているのがわかるかと思います。後で見える位置まで移動していきますが、あちらにいらっしゃるのが蒋介石です。この記念堂は蒋介石が死んだ時、その時に日本の内閣に相当する行政院が全国民の哀悼の意を表すこと、それを目的として建設を決定したものです。蒋介石についてご紹介するためには、まず最初に孫文について紹介しないといけないでしょう。孫文というのは中国国民党を結成した人物です。しかし孫文は中国統一という夢を持っていたものの、夢半ばで病死してしまいます。その後をついたのが蒋介石です。その蒋介石が中華民国の統一を果たして最高指導者となりました。しかし第二次世界大戦後、蒋介石率いる国民党は毛沢東率いる共産党に敗れて台湾へ移り、台北を中華民国の臨時の首都とします。その後蒋介石は大陸支配を回復することなく死んでしまったのです。こうして作られたのがこの記念堂というわけです。ではその上の中世というのは何なのかという話になると思いますが、これはですね、蒋介石の別の呼び方です。かつてこの周辺は日本軍の駐屯地だったようで、商業施設などを建設する予定があったそうですが、蒋介石が死んだことにより国立中世記念堂の建設地に選ばれます。そうなると商業施設を作るという計画はできなくなります。ということでその計画はもう少し東側に場所を移します。それが昨日訪れた台北101がそびえ立っているエリアです。こちらが蒋介石の銅像です。その銅像の上部には孫文が発表した中国革命の基本理念、三民主義の本質である倫理、そして民主、そして科学、その3つが記されています。孫文の後を継いだのが蒋介石なので、その政治理念を受け継いでいるわけです。西の方角を眺め続けている蒋介石、では西の方角に何があるのかと言いますと、この方角ずっと向こうの方を見ていきますと中国大陸があるわけです。人々が集まってきましたが、今がですね3時49分、14時が確か一番最後の交代式だったと思いますので、それを見に集まってきているのでしょう。今日僕が見たいなというふうに思っていたものは全て見ることができました。ということでホテルの方に向かっていこうと思います。これすごいですね。多分原付が一気に曲がるんじゃないですか。これ見よう。さてあちらの青信号がもうすぐ変わりそうです。始まりました。すごいぞすごいぞ。これが台湾だ。まだ来る。どんだけ来るんですかね。まだ来ますよ。これ車が曲がれないんじゃないかな。こんなに曲がってたら向こうには一気に原付の波が出来上がっています。そして一時時間を置いてから車が出発しました。ちょっとだけ時間の差を空けておいて事故を防ごうという、そういうことでしょうか。こちらには日本でよく見る狛犬がいます。なんでこんなところに狛犬があるのかという話はですね、後からしようと思います。見てください皆さん、これですよ。本日宿泊するホテルは丸山グランドホテルです。台湾で一番有名なホテルといえば文句なしでここではないでしょうか。ゴージャスで豪華絢爛でクラシカルな巨大ホテルです。この赤い柱と、そして上にある金色の瓦、まさに威風堂々というふうな、そういった表現がふさわしいのではないでしょうか。すごい、めちゃめちゃ広いっすね。なんだこれ、見えますかあそこ。なんでロビーに車が入ってんだよっていう、すごい。この車何なんだというふうに思ったんですけど、これベンツですね。
クラシックアンティークカー特別展というふうに書いてありまして、これはメルセデス・ベンツが第二次世界大戦後に作ったものというふうに書かれています。その高貴な車体はドイツ政府の最高レベルの公用車としても使用されました。ロビーの天井を見てみますと、このように梅の花の模様をした飾りがあります。梅の花というのは中華の考え方でいうととても縁起の良い花です。そして中央にはたくさんの竜の彫刻。このホテルよく見るといろんな場所に竜をモチーフにした模様がたくさんあります。竜というのは想像上の生き物ですが、中国では皇帝の権力と強さの象徴として知られています。他にもこちらは鳳凰ですね。中国では鳳凰というのは徳を備えた天使、その象徴として現れる伝説上の生き物です。すごい豪華な作りですよね。多分これも何かしら中国の故事が関連しているんだろうなというふうに思ってみたんですけれど、ちょっとね、日本語の説明があるにしてもこれだけでは何かが分かりません。ロビーの階段を登ってきますと、こちらの方に僕が好きなコーナーがありますね。歴史に関するコーナーです。こちら1901年の説明ですが、円山大飯店はかつては台湾の神社だったというふうに書いてあります。その神社は第二次世界大戦の末期に台湾神宮へと昇格しましたが、1945年に終戦を迎えるとその神社は廃止されます。日本の皇族が台湾を訪れる際には必ず参拝する場所となっており、この参拝こそが台湾にやってきた皇族の最も重要な仕事だったというふうに言います。その台湾神宮の跡地に作られたのがこのグランドホテルです。その後さまざまな拡張や改修が行われ、現在のグランドホテルがあるといったことがここに書かれています。台湾で一番格式高いホテルなので、このようにずらっと各国の政府の要人が宿泊された記録が掲載されています。ここにね、竜の噴水があるんですけれど、どうもこの説明を読んだところによると、台湾神社も空襲で損壊しましたが、この竜は無傷で生き抜きましたというふうに書いてあります。つまり台湾神社にあった竜がそのまま使われているんでしょうか。手を洗う水のところにある竜でしょうね。あれがもうこんな感じで上向きにされて噴水となっています。とりあえずチェックインはこっちかな。こちらでお客様のメールアドレスをお願いします。なんかこの表現が合ってるのかわかんないですけど、シャイニングみたいな、そんなホテルですね。あ、これだ、506。さあ、入ってました。すごー。ちょっと待って、やばくないですか。見えます？これですよ皆さん。意味がわからない。多分これベッドないと思ったらあっちじゃないですか。めちゃくちゃ広い。ちょっと語彙がなくなっちゃいますね。で皆さん、これですよ。はい、じゃじゃん。角ですよ。しかも窓部屋でこんだけバルコニーがあります。ちょっとね、恐ろしいな。向こうには台北101が見えます。ほんと一人でここ泊まるのはもったいないな。皆さん、この部屋でですよ、いくらだと思います？グランドホテル。このホテル実はですね、アゴダさんで予約したんですけれど、下の方に行きますと一部屋一泊日本円で46,700円。嘘でしょ、4万円の部屋ですかこれ。すごいな皆さん、台湾に行きましょう。台湾に来てここ泊まってください。4万円でこんな贅沢な思いができるんですよ。ありえない。一回落ち着きましょう。落ち着いてちょっと語彙力を取り戻しましょうね。一旦落ち着きましたので、確認していこうと思います。まずカードキーここに挿したら電気がつきましたね。なんだこれ、 Do not disturb。 あー、だからメイクアップ、こっちを押したら掃除してくださいとか、こっちを押したら起こさないでくださいとか。すごい、ボタン式なんですか。だいたいこの扉の向こう側に貼るタイプだと思うんですけど、ボタン、あ、多分これ下のフロントにつながっていて、フロントの方で情報管理できるとか、そういうことですか。これは何、玄関とポーチ、外、お、なんだ、あ、ここか、これいりますすごい。そして隣にあるのがお茶、
そしてコーヒーのクリームですね。これを使ってコーヒーを作り、そしてシュガーやミルクを使ってくださいねというふうな、そんな感じですね。で、ちょっともう見るのがね楽しすぎるんですけど、これ何ですか？あ、コーヒーまだある。これはワイングラスですね。そしてこちら、あ、こちら空っぽ。あ、もう多分滞在する方がいらっしゃるんですね、これ。なるほど、フックを入れる場所か。はあ、まあそりゃこんだけ豪勢だったらね、住めますよ。そりゃそうだ。こっちも服を入れる場所。なるほど、なんか僕みたいに一泊で来ますよみたいな貧乏人はね、こういう場所には泊まんないんですよ。これまた冷たいところにも水が入ってる。昨日泊まったホテルもこんな感じで、常温2つと冷えたやつが2つみたいな感じだったんで、もしかしたら台湾はそれがスタンダードなのかもしれませんね。こっちは空だ。あ、多分これは本当に1週間くらい泊まる方ですよ。だから自分の荷物を置いておくようなんだな。これは何ですか？おー、グランドホテルなんちゃらかんちゃら書いてありまして、あ、ここですね。はい、読みましょうか。丸山ホテルへようこそ。当ホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。私どもお客様に最高のおもてなしをご提供いたします。またより居心地の良いお部屋、そしておくつろぎいただける空間を作り上げたく存じます。このサービスガイドではご滞在中各施設やサービスについての手引きとなりますので、どうぞご参考ください。何かご不明な点がございましたら、フロントの当地マネージャーまでご連絡ください。取締役さんがこんな風に書いてくださっています。素晴らしい。こんな感じでお酒も頼めるし、こっちは多分持ってきてくれるんでしょうね。じゃあこっちは何なんだ？じゃん、うん？何これ、ポストカード？ポストカードもらえるんだ。へえ、これもそうでしょうね。ピローメニュー、寝るときに使うもの。待って枕のメニューがある。すごい、これ買えれるんだ。これ客室家具の価格表ってどういうことですかね。ドア買いたいですっていう風に言って、あ、このドア気に入ったなっていう符号が、これ買うんですか。ニュータイワンドルでこれ3万。じゃあ続きを見ていきますけれど、他は何があるんだ。この一番下の紙は何ですかね。アンケートでしたね。日本語のやつがありましたよ。こんな感じで全てに関してチェック項目があり、改善が行われ続けている、そんなホテルなんでしょうね。1、2と3、4は何も入っていなくて、こちらには情報がびっしり入っているようです。充電する場所がなくて困るなんていうことは全くなさそうですね。他にこの部屋で見れそうなものはこれですかね。これ何ですか。空気洗浄機。うわー、僕家にもないですよ。あ、カタカナですね。日本製もしか、あ、メイドインジャパン、三菱。あ、なるほど、一応使っとこう。あるからには使った方がいいでしょう。涼しい風が出てきています。僕洗濯物したりするんで、こういうのがあったらね助かると思います。多分これは乾かす用でしょうね。そしてこちらがテレビ。テレビでかいですね。基本的にこんなにでかいテレビはつける必要ないと思うんですけど、何もかもデラックス。一応つけようか。ちょっと名前載ってるのでモザイクになってると思いますが、ご宿泊のお客様へ、グランドホテルへようこそ。私たちの提供する全てのサービスをお楽しみください。楽しんでます。そしてあなたに素晴らしい旅行時間を持っていただけるようお祝いいたします。ありがとうございます。押す。 OK。 なんだ、 CM 始まったぞ。結婚式しませんかってことですね。残念ながら結婚式っていうのは一人ではできません。予定のある方いかがでしょうか。すごいですね。ウェルカム。あ、座りましょうね。疲れた。もう感動しすぎて座ることすら忘れてました。おお、柔らかい。なんだこれは。じゃあ見ていきましょう。ちょっと遠いな、部屋が広すぎて遠い。まあこんだけ広かったらこんだけ大きなテレビが必要になるというのも、まあうなずけますね。交通情報、国際便フライト時刻表高速鉄道時刻表、何でもかんでもありますね。気象情報、すごい。本当になんかここにさえ来れば
台湾のことは全部できますよみたいな、そんなホテルのようです。ちょっと試しに台湾のテレビ見てみたんですけど、私んちの台湾バージョンがあってましたよ。これは水彩画と水墨画の中間みたいな絵がありますね。額もちゃんと、あ、ここら辺しっかりされてますね。こっちも僕一応大学生の頃美術科にいて、で日本画のルームっていう研究室にいたので、こういう作業とかも研究でやったんですよ。懐かしいな。それではある程度この部屋は確認し終わったかなと思います。ここら辺もね、多分何か台湾の有名な陶器だろうなというふうに思うんですけれど、僕はそこまで知識がないので分かりません。分かる人がいたらコメント欄に書いていただいたら嬉しいなというふうに思います。では次は寝室のご紹介です。寝室、あ、なんかさっき見てなかったけど、こちら壁結構綺麗な絵が描いてありますね。スズメさん、そして蝶々とお花。こちらお名前は隠しますけれど、ここにこの客室を綺麗にしたのは私ですというふうな名前が書いてありまして、責任を持って仕事をしている、そういった様子が見受けられます。イブニングベッドメイキングサービス、お客様へ当ホテルではイブニングベッドメイキングサービスを行われ、あ、これちょっとなんか日本語おかしいなっております。ご用命は午後8時までにハウスキービングまでお申し付けください。ハウスキーピングじゃないですか、ですよね。 P と B を間違ってんな。まあその程度の日本語の間違いなんかね、全然苦にならないしマイナスポイントにならない、そのくらい素晴らしいホテルだと思いますよ。こっちは何もない。じゃあこっちも何もないかな。何もない。そしてここは、あ、硬い、なんだこれ、開かないパターンか。じゃあこっちは、あ、ここは開く。あ、なんか本がある。あ、新約聖書。だいたいねこういうホテル来たら新約聖書置いてあるんですよね。やっぱり国外の方向けだったらこういうのが必要だというふうに配慮をされているのではないでしょうか。こっちは The Teaching of Buddha、 だからブッダの教え、つまり仏教の聖典ですね。これは、あ、荷物置きか、ここに荷物置くんだ。なるほど、荷物持っていきましょう。だから使い方としてはこんな感じでしょうね。でもなんかそんなに僕1日しかいないんで、ここに荷物置いてくださいっていう風になったらしょぼく見えますな。じゃあこの下、あ、服を入れる場所かな。あ、服を入れる場所だ。布団の柔らかさ確認しましょうか。おお多分っていうか絶対高いぞこれ。あ、ここが気温の設定、上げたり下げたりができます。オンオフはこちらで、風の量がこちら。これは何ですか。更衣室の明かり、これかな。あ、これ更衣室っていうんですね。なるほど。そしてこちらがクローゼットですね。これお金持ちが着る、なんかなんていうんですか、バスローブっていうやつですか。多分僕の部屋にあるハンガーより全然多いですよこれ。え、傘ある。確認してみると、アイロンと、そしてアイロン台、アイロン台が部屋に1個ついてるのすごいな。これ何、蚊取り線香、液体電子蚊取り機、アースノーマット、蚊取り線香でした。え、これ多分日本人は分かるけど国外の方は分かんないんじゃないですか。そしてこちらが金庫ですね。僕はホテルに泊まっても金庫使うことはまずないんで、まあ使わないんですけれど、こんな感じで大切なものを持ってきている方は保管することができます。この下は何これ。え、待って、何これ、体重計、体重計必要なの。ホテルにいる時くらい体重測んなくてもいいんじゃないのって思っちゃうんですけど、そういうもんなのか。地球に優しいためタオルの利用は館内のみとなります。購入の場合内線番号45にご連絡ください。ご協力誠にありがとうございます。これ本当に何でも買う人がいるんだな。すごい、ドアが気に入ったからドアを買いますとか、あれなんかちょっと冗談っぽく言ってたけど、あれ本当みたいですね。さてこちら何がアメニティとしてあるかというと、歯ブラシ、そしてひげ剃り、ブラシ、これはコットンと綿棒、そして、ヘアキャップですね。ヘアキャップ、シャワーキャップですね。これはボディーローションとヘアコンディショナー、シャワージェル、シャンプーといった感じで全て揃っていますね。
その下にありましたのは、これはドライヤーですね。何製だろう。ドライヤーは定評のあるパナソニックです。そしてタオルとバスタオルといった感じですね。こちらのホテル、ご覧のようにテニスコートがあり、そして向こうにもテニスコート。待ち時間が発生するなんてことは基本的になさそうですね。そしてあちらにはプールもあります。あ、プール泳いでいる方いらっしゃいますね。このホテルのすぐ近くには空港もありますので、あちらに着陸する飛行機が見えます。これはどこのだ、よく見えませんが、すごいな。飛行機好きな方とかはここいっぱい見れて楽しいんじゃないでしょうか。チェックインの際にこのように説明を受けました。クラブというふうに書いてあるものは子どもの遊び場のようなものですというふうに言ってました。これはお金がかかりませんが、事前に予約をしてくださいということです。そしてこちらがジムですね。ジムもお金がかかりません。ちょっと行ってみましょうか。サウナはお金がかかります。そしてプール、お金かかりません。そしてテニスコートは平日がこの値段で、休日がこの値段というふうに書いてあります。平日は予約制となっているようです。今めちゃくちゃびっくりしたことがあったんですけど、ここに向かってってですね、外の方を見ようとしたんですよ。で、外見たらこうグッて引っ張るじゃないですか。で、こんな感じでもう勝手に開き出して、ってマジか、すごいですよ、この展望ですよ。今ご視聴の中で、あ、ここいいな、ここ行きたいなというふうに思っていらっしゃる方がいたら、このね、角部屋めちゃめちゃおすすめです。角部屋、そういえばこれ触れてませんでしたね。ウェルカムって書いてあるんで、あ、なんか書いてあるんだ。やっぱ丸山ホテルへようこそ。当ホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。どうぞごゆっくりとお過ごしくださいませ。美味しそうなんですけど、これみかんはね食べれると思うし、バナナもいけると思うんですけど、リンゴはどう食べればいいんですかね。そういえばウェルカムドリンクのクーポンももらえました。時間が6時から21時30分ということなので、現在時刻を確認してみますと6時12分もう始まってますね。忘れる前に行ってもいいな。地下1階にミートバーというふうなものがあるそうで、ここでウェルカムドリンクがいただけるようです。このグランドホテルには昔から地下トンネルがあるというふうな噂があったそうなんですが、現在ではこのように実際にそのトンネルを歩くことができるようになっているんです。以前はこのトンネルは一般人立ち入り禁止だったので、いろいろな憶測を呼んでおり、蒋介石の邸宅まで通じているとか、あとは空港まで直通で通じているとか、さまざまな噂が流れていました。今から歩いていきますのは東側のトンネルです。このホテル自体がものすごく有名で、台湾で一番のホテルなので、例えば他の国からやってきた大統領とか、あとは総理とか、そういった人がですね、基本的にはここに泊まるようになっています。なのでもしものことがあった時のために、そういった政府の要人たちを逃がすための通路をここに作っているのだというふうに予測されていましたが、実際のところこの地下トンネルの正体は非常用避難ルートです。つまり災害が起こった時にお客様を逃がすための通路として作られたというのが真相だそうです。とはいえこの構造を見ている限りでは防空壕としても使えるのではないかなというふうに感じます。あそこに見えているのがホテル、つまりホテルの地下を通ってこのホテルの外に脱出してきた、そのような作りになっています。いや本当なんか僕場違いなんじゃないかっていうくらいものすごいホテルに泊まってしまったな。これは残念ながら読むことはできないんですが、あ、ちょっと読めるかも。ロッキングチェア1960年代から書いてあって、スイートルームを蒋介石と夫人が使った時のもの、もしかして。へえ、そんなものが現在ここに残ってるわけですか。ということはおそらくあの部屋は貴賓室のような部屋でしょうね。本当に重要なゲストがやってきた時にここでお話をするとか、そういった感じでしょうか。もうこれ完全に僕の想像ですから。いやー、貴重なものを見せていただきました。よかったよかった。来てよかったし、泊まってよかったと思います。これは予想になりますが、現在門があるあの辺り、
あの周辺に鳥居があり、そしてずっと参拝客がここを登ってきていた、そのような場所だったはずです。夜景もめちゃくちゃ綺麗ですよね。ここに見えているのがケイルン川で、あちらに見えていますのが台北101。今ちょうど寝ようとしているんですけれど、そういえばこの布団のことお話ししてなかったと思ったんですけど、この布団ね、もう言わずもがなわかるかなと思うんですが、めちゃめちゃ柔らかいです。ふかふかですね、本当によく寝れそうです。それではおやすみなさい。おはようございます。日付が変わりました。現在が4月15日の土曜日です。時刻は8時19分。外の景色を見てみますと、どうやら雨予報だったのですが、激しい雨ではないようです。まあ雨っていうのは結構予想していましたので、大きく計画に変更があるなんてことはありません。地面が濡れているのは見えてわかるんですが、どうもね、人々は傘を差してはいませんので、雨は降っていないんですね。台湾は雨が多い地域なので、おそらく旅行中に雨が降るなんてことは皆さんもあると思います。ということで、今日は台湾の雨の日の過ごし方というテーマで1日を送っていこうと思います。ということで、今日の予定を簡単に立てていきますが、今日の帰りの便はチャイナエアラインの16時40分発その便です。で、このチャイナエアラインの予定は日本にいる時に作ったんですが、これ実は横見てみると16時4日前の15時40分ですね、その時刻になってます。これ日本との時差があるので、こういうことが起きます。なので気をつけておかないと日本の時間で動いてしまうことになるから、ここを修正しましょう。東京の部分を消して、台湾ですね、台湾、これと、はい、で16時40分、そしてこの終了の時刻は東京にしたいんですよね。東京というか、まあ明石市なんですけど、こうですね、はい、これで正しい時刻になりました。雨の日に楽しめそうな場所をピックアップしてみました。現在地がこちらです。青い丸ですね。そのすぐ右上らへんに水色の丸で、中に白い四角がある場所があると思います。これがピックアップした場所なんですけど、中烈寺と言いまして、まあ日本でいうところの靖国神社のような場所ですね。英霊を祀っているところ。ここは昨日晴れてる間に行こうかなというふうに思ったんですけれど、ちょっと時間帯的になかなか厳しいものがあったので諦めていたところです。まあ晴れてはないけど曇ってるくらいなんで、行けたら行こうかなと思ってます。そしてこちら、ちょっと山の方にあるのが国立古宮博物館、国宝がねたくさんあるんですよ。こんな感じ。これも楽しめると思うんで一つの候補です。そしてもう一つ僕が選んだのがどこだったっけ、あ、これかな、はい、こちらが国立台湾博物館ですね。昨日目の前を通って少しお話ししたと思いますけれど、児玉源太郎と後藤新平を記念して作ったものですよというふうな説明をした場所です。で、台湾出身の方、その方にどこかおすすめありますかというふうに聞いたら、2つ教えてもらいました。こちら、1つ目が旧台北北警察署といった建物ですね。これ僕全然知らなかったんですけれど、昔日本が統治していた頃の警察署、警察署というかもうこれ多分監獄みたいな感じですよね。そういう場所があるそうです。他にもう一つがこちら、国立台湾博物館の鉄道部というふうな場所ですね。なんかいろいろとあるらしいんですけれど、日本統治時代に作った鉄道に関する展示がたくさんあるそうです。まあ日本統治時代以外もありそうですね。ということで、ホテルから近い順番に並べてみたらこんな感じになりました。まあ、全部はいけないでしょうね。すぐに飛行機の時間が来てしまいます。実際に移動しながらここら辺の計画は変えていこうかなというふうに考えてますので、まあ柔軟に対応しましょう。天気が悪いという日にはおそらくこういう過ごし方をする人もいるのではないでしょうか。朝食をねレストランで食べるというのも一つの選択肢です。すごいですよ。こちら朝食は大人が700台湾ドルというふうに書いてあります。これにプラス 10%。 本日は土曜日ですが値段は変わりません。で、こんなにいいホテルなんで高いのかなと思って見てみたら、700ドルというのは3069円、普通に日本のホテルでもこのくらいの値段なんで全然食べれます。ということでやってきました。こちらでご飯を食べましょう。中国風の食べ物ですね。これはバイキングなのか、いろいろある。
温泉卵、ちらし寿司、日本人も食べれそうですよ。ヨーグルト、こういったデザート系もたくさんあるようです。本当に多いな。韓国人の方もいらっしゃるんでしょうね。もちろんですが、台湾らしいものもたくさんあります。あんまり取りすぎてね、食べれませんでしたってなったら申し訳ないので、一応このくらいにしておいて、後で足りなかったら取りに行くというのがいいかなというふうに思います。こちら第2弾ですね。で、向こうにあるこれ、なんか名前のところにイノシシっていう感じがあったんで、イノシシ食べるのかっていうふうに思ったんですけれど、なんか英語の表記見たらポークって書いてあったんで、こっちの方ではイノシシっていう感じで豚っていう意味なんでしょうね。おそらく角煮まんです。こちら第3弾です。洋食もあります。こちらは中華風のおかゆ、かつお節の匂いがめっちゃいいな。最後にスコーンとマフィンと、そしてコーヒーで終了です。こんなに素晴らしいホテルに泊まれてよかったです。景色も綺麗だし、歴史あるホテルだし、価格もね、お手頃で、本当に驚くべきホテルでした。また来ようと思います。あちら、結婚式の前撮りのようなことをしている方もいます。まあ、そりゃこんだけ綺麗だったら、そういう場所に使われるのも納得です。見えますかね、結構雨がひどいので計画をちょっと考えましょう。こんな時のためにシャトルバスの時刻表を取っておきました。11時が近いやつですね。現在は10時45分、あと15分間待ちます。とりあえず野外にある中列市、この周辺にあるんですが、ちょっとこれはやめておいて、駅の近くだったらどこかなというふうに考えたんですが、この赤いピンが立っている場所、これがですね、鉄道博物館のようなものなので、ここに向かいましょうか。ということで、現状の予定は国立台湾博物館の鉄道部、その後国立台湾博物館に向かって移動した後に飛行場に向かう、このようなルートになっています。シャトルバスに近くの駅まで連れてきてもらいました。では電車に乗って中心地の方へ移動していきましょう。駅の中なんですけど、下に何かあるんですよ。多分これ水が通るっぽく見えるんですけど、なんか書いてあるな。水道ブリックウォーターウェイ、あ、だからブロックで作った水の通り道ですね。こちら翻訳してみました。レンガ水路というふうに書いてあります。日帝共占期、これだから日本が占領していた頃ですね。その頃のレンガ作りの溝の遺構で、完全に煮詰めてなんだ、レンガ作りの建造物です。このレンガの堀は実は日本統治時代の下水道に展示されていた下水道の一部で、珍しい古城の堀です。1895年に日本人が初めて台湾に来た時、台湾ではマラリアやペストなどの病気が蔓延し、日本軍と民間人に大きな脅威を与えていたため、彼らは公衆衛生の改善、病気の診断と治療、蔓延の抑制に専念しましたというふうに書いてあります。日清戦争というと日本と清の戦いですが、その戦争で死んでしまった日本軍の多くの人々は、その後に起きた台湾平定で死んでしまっています。しかも台湾平定の時も多くは戦死ではなく病死といった死因でした。つまり先ほど読み上げたこのマラリアやペスト、これがものすごく影響が強かったようです。もちろん住民の激しい抵抗もあったんですけれど、不衛生な水や、あとは食品が原因の赤痢、そういったものからですね、たくさんの人々がこの台湾で死んでしまっています。その量というのがなんと日清戦争の死者の半分以上に上るというのだから驚きです。ここには石畳があるんですけれど、おそらくこの向こうに行ったら建物に入っていくみたいな場所だったのではないでしょうか。そしてあっちの方にあった解説看板を読んでみたところ、これは日本が占領する前に清がこの周辺を統治していた頃に作っていた兵器の工場だそうです。現在いるのはこの北門と書いてあるあたりの北西の方角だから、この周辺ですね。泉町というのか、ほう、あそこには大東帝といった駅があるそうです。だからこの周辺は昔駅があったんですね。向こうにある古地図で見てみると、ここに北門がありますね。で、北西の方角、あー、これは図でしっかりと表されているので、ここに線路が通っていたのが一目瞭然でわかります。ということで、2番出口を出たらこっち右側、これでしょうね多分。こちら現在は公開されていないとのことですけれど、この円錐状のコンクリート造りのものは何かと言いますと、防空壕です。
これはですね、1943年に建設されたものでして、大体太平洋戦争末期ですね、その頃に、まあ、ここの周辺に鉄道局の偉い人がいたんでしょうね。その人たちが避難するように作られたものです。そして向こうに見えているのが1945年に建てられた電源室です。だからバッテリーとかが置かれていた場所ですね。ちょうど雨が上がっていていい感じです。今のうちに外で見れるものを見てしまいましょう。向こうからずっとここに壁があるんだけど、おそらくこれも何かしらの遺構でしょうね。あそこの看板を見ていく限りでは、なんだ ?Wall Traces of the Machinery Bureau。 こちら翻訳してみましたら、機械局の壁の跡だそうです。近くに解説がありました。清がこの周辺を統治していた頃、1885年に建設された壁だそうです。現在地はこちら赤い部分です。この周辺は清代機械局というふうに書いてあります。昨日少しお話ししましたが、大東庭、そして城内、そして万華ですね、このちょうど中心あたりにありますので、たくさんの人々がここに入ってきて工場で働けるし、たくさんの物資をこのように鉄道で持ってくることができる、そのような立地でした。昨日巡った台北の北側の門がここにあります。ということで到着しました国立台湾博物館の鉄道部です。フラッシュ撮影が禁止というふうに書いてあって、あと自撮り棒とか三脚とかそういったものはダメですよというふうに書いてあります。撮影していいのかな、聞いてみましょうか。おそらく日本から観光に来る方も多いんでしょう。日本語のガイドマップがありました。この可愛いカードみたいなやつが観覧券です。この観覧券を他の博物館に持って行ったら、まあ、場所によっては安くなるというふうに言ってました。おそらく見どころは模型が動く動体模型です。次は1時半の回、その時間に合わせて活動していきましょう。ここの部屋は台湾鉄道の出現といったことが書いてあり、1880年代の話です。この看板を翻訳してみたところ、こんな感じで、まあ、読めるようにはなりました。1887年に台湾に台湾鉄道事業局が設立されたというふうに書いてあります。これね、ちょっと読んでるだけじゃ分かりにくいから簡単に補足しますと、当時はですね、清といいまして現代の中国、その国がこの台湾を統治していた頃です。この展示の左の方に何て書いてあるかというと、ファーストトレインチケッツドラゴン&ホースポストスタンプと書いてありまして、竜と馬の切手ですね。なんでここに切手があるのかという話になると思いますが、これは当時の切符です。その後日本統治時代が始まります。これは台北駅の当時の様子。左にいるこの方は長谷川金助、台湾鉄道の父として知られている人物です。ここに書いてありますのは日本統治時代のおもちゃと書いてあります。おそらくこれが客車なんでしょうか。このようなものが走っていたのでしょう。横を見てみると電気抵抗器、右下には東京と書いてあります。時代が進んで1900年代、日本統治時代の初代台湾総督である樺山祐則は鉄道建設が政府の最優先課題であると考えていました。ということで南北の縦貫鉄道を作ったわけです。これは台湾発の陸上輸送革命であるというふうに書いてあります。こちらは縦貫鉄道が全通した時の式典の様子。こちらの写真は台湾製糖会社なんですけれど、下の方を見ますと1907年に台湾製糖会社が獲得しました、総督府の建設許可をというふうに書いてあります。つまり会社が線路を作ることを許可されたわけです。昨日お話しした砂糖だけではありません。こちらは台湾縦貫鉄道沿線主要産物一覧図と書いてありまして、現在見ているこちらは北の方ですね。キールンと台北という文字が見えます。こちらからずっと南の方向に下っていくわけですけれど、赤い文字で書いてあるのがその周辺の物産のようです。お米であったり陶器であったり小農、そういったものがたくさん書かれています。南の方は砂糖の原料であるサトウキビが有名なようです。時間通りにやってくる列車を見て台湾の人々は時間の感覚を身につけたというふうに言われています。さっきの第一次陸上交通空間革命というものが、縦貫鉄道だったわけですけれど、次はね第二次です。これ何が起こったかと言いますと、先ほどはですね1日で北から南に行けるんですけれど、これは1日で北と南を往復できるようになった、それが1956年だというふうに書いてあります。
1950年代ということで日本の統治が終わったところ、さまざまな駅の名前が日本風の名前から台湾風の名前に改名されていきました。こちらには優等列車登場と書いてありますけれど、これは台湾発のエアコン付き列車です。産業と経済と鉄道というものはつながっていますので、このように戦後にはさまざまな経済開発プロジェクトの一環として鉄道が建設されています。左側の写真見ていただいたらわかるかなと思いますが、柱の写真です。この柱の上の方に横線が引いてありまして、 230cm と書いてあります。これは2001年の台風でここまで水が到達したということを示している記念碑です。次に紹介しますのが第3次陸上交通空間革命。これで何が変わったかというと、90分間で南北を移動することができるようになりました。その台湾高速鉄道、通称台湾新幹線には日本の新幹線の技術が使われています。おそらくこれは切符入れだろうなと思いますし、これも何か切符のような気がする。1日券って書いてありますね。1日フリー乗車券だから、こういうの見てもね、日本と似てるなというふうに思うわけですよ。こちらの地図は1896年、つまり清国がこの周辺を統治していた頃の地図です。こちら見ますと、基隆から線路が伸びています。この赤いのが線路です。そして見えてきたのが台北。さらに先をたどっていきますと、どこに到着するかと言いますと、端っこは新竹です。こちらが1931年、つまり日本が台湾を統治していた頃の路線図です。まあ、同じように北の方からずっと見ていくんですけれど、変わるのがですね、ここら辺から南の方向に線路が伸びたのがわかるかと思います。縦貫鉄道です。ですが、この下の方ね、ここは繋がってないから、まあ一周することはできなかったんでしょうね。先ほども砂糖のことに関して少しお話ししましたけれど、産業鉄道といいまして、いろいろな産業に関連する鉄道がこのように作られています。面白い展示はこの巨鉱号といった展示なんですけれど、これはまあ日本でいうところの JR の急行に相当するらしいんですけれど、このように車内の様子が再現されていました。これね、注目していただきたいのがこの窓の外側なんですよ。実際に走っているかのように光がこう動いてくれるんですね。他にもこちらは木造駅と書いてありまして、これはね、駅のプラットフォームが再現されているわけです。台湾は亜熱帯および熱帯気候に属しますので、このようにドアや窓は大きく作られています。乗客が快適に過ごすための工夫です。ここに掲げられていますのは地図なんですが、赤く塗られている建物、これが現在僕がいる鉄道博物館。そしてその左側にはこのように列車の時刻表が掲げられています。この時刻の間の分数見た限りだと結構なスパンで来てますね。ここから先駅舎を出ましてプラットフォームに入っていく、そんな場所のようです。もちろん展示もね、面白いししっかりためになるんですけれど、多分ね、建物も結構な価値を持っているもののように感じます。で、実際調べてみたらね、やっぱり価値があるものでしたよ。こちらの建物は日本統治時代の建物です。多分これは水関連のもの、風呂かトイレか何かそんな感じのものがあったんでしょうね。上の方を見たら穴が開いてたんですが、鐘を鳴らす場所かな。日本統治時代にここが何に使われていたのかというと、もともとは台湾総督府の交通局鉄道部が入居していた場所です。実際にこの建物に関する展示もされていまして、こちらが日本統治時代、そして戦後初期1966年といったように、どんどん現代の方に写真が時代を遡っていくといった展示もあります。この建物が台湾の鉄道をずっと支え続けてきた、そんな場所なんです。日本人であればね、漢字が読めるので、やっぱり普通に展示楽しめるなぁと思いますよ。まあ、文字が読めなくても普通に見ている分だけで楽しいような展示をしてくれていますので、子供でも楽しいと思います。そんな子供が一番喜ぶのはこちら、1970年代から1980年代の台北駅の周辺の模型です。結構最近までこんな姿をしていたということでしょうね。そのさらに奥には1910年代の台北駅があった周辺の工場、つまり僕が現在いる博物館の周辺です。ここに入る前に清が兵器工場を作っていたと、そんな話をしたと思います。その頃です。
基本的に鉄道関係の仕事をしていたのは男だったらしく、男性用のトイレというものがここにありますよ。こんな感じで円形になっていまして、ここに立って実際に用を足していたというふうな場所のようです。でね、排水口みたいなのがあるかなというふうに思ったんですけど、ないんですよね。どうやってたんだ。そんなこと言っていたらもう1時19分ですので、あと10分で展示が動き始めます。近くにはこんな感じで画面があったんですね。だから人間の目線から見ることもできたんだ。ということで退出です。いや、楽しめましたね。しっかりと満喫しました。時刻が今1時49分です。国立台湾博物館はここから歩いて約16分。さすがにね、行って帰ったら30分だからこれはいけないでしょうね。ということで、おとなしくこの北側の門の周辺から台北駅の方へと向かい、飛行場へと向かっていきます。先ほど模型を見て勉強した昔の風景を思い浮かべながらこの周辺を歩いてみるのもすごく楽しいと思います。ということで台湾桃園国際空港に到着しました。今から16時40分の福岡の飛行機に乗って出発します。今回帰国の際にお世話になりますのは、台湾で最も有名な航空会社チャイナエアラインです。名前のせいで中華人民共和国の航空会社だと誤解されやすいんですが、これは中華民国が自身を中国を唯一代表する政府と主張していたからこのような名前になっています。デザイン的には中華人民共和国っぽくないから、皆さんもこの柄の飛行機を見つけたら、ああ台湾の飛行機だなというふうに覚えておいてください。この航空会社は日本への航路であれば絶対に日本語を喋れる搭乗員が搭乗しているといったこともあるので、日本人であれば安心安全で活用できます。ちなみにあの花は台湾の国の花として決められている梅の花です。ということで台湾を出発です。台湾は日本に似ている国だということはよく聞いていたので、どうなんだろうと思いながら来てみたんですが、本当に過ごしやすい国でした。ということで機内のご紹介、目の前にはこのように画面が広がっています。そして下の方にはリモコンとテーブル、帰りの便は窓側の席を取ることができました。綺麗ですよね。台湾の空です。ドアが閉まっているかどうかを確認しているようです。たくさんの飛行機が並んでいる中でも、やはり台湾に一番似合うのはこの梅の花です。こちら見えています川は淡水河といいまして、台北の横を流れていた川、その河口の部分にあたります。淡水河の河口付近は昔港として使われていたんですが、その後に使われ始めたのがこちらの港です。基隆港ですね。日本統治時代に作られた港。すぐに高度を上げましたので、このようにもう見えなくなってしまいました。では今から向かっていくのは福岡です。目の前にあった機械は日本語と中国語と英語に対応していました。見た感じだと映画やテレビ、そして音楽、いろんなものが使えるようです。基本的に僕はこれを見て過ごすのが好きです。リモコンの左のボタンを押すとこのようにリモコンが飛び出してきますので引っ張りましょう。するとコードが伸びるので、これでリモコンが使えるようになります。どんな機能があるんだろうと思っていろいろいじってたんですけれど、このように搭乗員さんがご飯を持ってきてくださいました。日本語対応ですね。確か魚と鳥どっちがいいですかみたいな話をされて、今回僕は鳥の方を選びました。台湾らしい食べ物が並んでいますよね。これはなんだ、ぶどうとサラダとパン。久しぶりにね、こんな感じで飛行機の上でご飯食べたんですけど、ああそうそうこんな味だったなというふうな、そういった顔です。食事中にはこのようにコーヒーを持ってきてくれました。
こちらの黒くて丸いものはブドウだったんですが、こちらの白い果物に関しては食べた後も何か分かりませんでした。最後はチーズケーキ。だいたいご飯を食べ終わったらこんな感じの場所でした。もう日本と言っていいんじゃないでしょうか。こちらの方角に沖縄があるはずですが、まあ雲によって見えません。コーヒーを飲んでお口直しをしましょう。一応ポケットに何が入ってるかは確認しましょう。こちらは安全のしおり、日本語でも対応していますので安心安全です。こちらは乗客安全規定、いろいろと書いてあります。読んでおいてくださいのやつ。そしてこの白いやつはゴミ袋ですね。これはいろいろと買い物ができますよっていう本。上空に来てから少し時間が経った後に着陸したので、おそらく何か待ち時間が発生していたんでしょうね。まあ何はともあれ、このように福岡空港に到着しました。福岡空港の国際ターミナルはこのように拡張工事中、完成が楽しみです。これにて台湾旅行は終了です。ご視聴いただきましてありがとうございました。